分回しを改善させる。分回しというのは、観測をバッターがバットをブンと素振りするような足の運びのことを言います。なぜ分回しになるかというと、杖のつく位置と観測の向きによってなってしまいます。なお、あくまでどの段階のリハビリをしているかによって、個々に違ってきます。まず杖のつく位置ですが、杖を遠く広くつくと安心感が生まれてそのようにしてしまいますが、観測が出る前の位置で、バランスが取れる幅の位置につきます。これも人それぞれです。バランスがいい人は、体に近い位置でつき、歩幅が広い人は遠くになります。もしこれで幅が広く遠くであれば、分回しが出やすくなります。幅が狭く適度な歩幅の人は分回しにはなりにくくなります。杖の位置や歩幅は体幹の強さに影響するからです。体幹を強くすることによって、杖が一番いい位置につけるようになります。次に観測の向きです。姿見を正面から見るとよくわかります。観測が外を向いていると必ず分回しになります。つま先が外を向いているということは、自分の体が分回しをしようとすでに準備している状態です。杖も対角線上に外に広くついている場合が多いです。観測が外を向くのは、股関節でコントロールできていないからです。こういう人はエアロバイクや罹患弁当を乗っても、膝が内側か外側に倒れやすくなります。倒れないように耐えると股関節が鍛えられます。意識しないでただ漕いでいると、股関節は弱いままで、分回しも改善されません。強くするには、膝を立てての腰上げが、一人でできるようになります。観測が外ではなく、まっすぐ前を向いていることが肝心です。それには観測にしっかり体重をかけて、重心の移動を前に持っていきます。次が一番難しいのですが、観測の力が抜けて、腰が前進するがごとく推進力が使われ観測が振り出されます。実は、振り出すという意識もいりません。振り子のようにわずかに足が浮いて、振り出されるのです。この連続が歩行ということになります。また杖を握るのはしっかり握るのではなく、軽く薬指と小指で握る感じで握ってください。杖は体を支えるものではなくて、バランスを取るためについているのですから。また杖を外につくと腱側が外に流れます。そうするとそれも分回しをさせる要因になります。正面につくと腱側は正面やや内側に着地するようになります。モデルは床の一直線を歩きますが、私たちは一直線を差し挟むような感じで歩きます。そうすることによって、バランスも取れますし、綺麗な姿勢で歩くことにつながります。